大貫 VS 小園、今夜決着。はい、こんにちは。横浜純正一筋進藤くんです。横浜純正の皆さん、ランク戦の先発ローテどんな感じですか？今のところですね、自分はこんな感じで組んでいるんですけれども、いやー、最近大貫さんが滅法を打たれるんですよね。はい、なので、最近はですね、また桜井さんを先発に回したりしてるんですけれども、二軍監督の方から小園くんが最近アピールしているよというふうにちょっとお話を伺いまして、まあ、前回の上里選手 VS 桑原選手の動画同様ですね、今日は大貫さん VS 小園さんの1試合ガチ対決していきたいと思います。いいピッチングした方にはですね、急性に上がるまで、先発ローテ確約といったね、枠を与えていきたいというふうに思います。はい、普段自分は横浜投手陣の配球動画やリアタイにおける打撃の考え方について配信しています。また今後視聴者の皆さんにも動画に出ていただけるような企画も検討しておりますので、ぜひ、今のうちにチャンネル登録していただいて、次の動画からのお知らせも見ていただけると嬉しいです。それではランク戦へ、バモス。はい、お相手の方ソフトバンクジュンスですね。よろしくお願いします。さあ、まずはチャレンジャーの未来のエース小園投手からですね。いや、でも来年どれぐらい投げるんですかね、小園選手は。本当に優勝するためには、僕もちょっとツイートさせてもらったんですけど、計算できる先発投手もう1枚欲しいなっていうふうに思ってるんですよね。それは皆さんも同じだと思うんですけど、やっぱ今永さん、大貫さんがね、10勝っていうところはまあ、十分狙える投手ではあると思うんですけど、まあ、それ以外のね、浜口投手であったりとか、まあ、上茶谷さんもそうですけど、どうなんだろう、10勝っていうとちょっと高望みかもしれないんですけど、まあ、でも6、7勝、8勝ぐらいはね、全然考えれるピッチャーですので、小園さんがね、上がってきてくれれば、相当大きいと思うんですよね。よしよし。今年の FA ですね、松葉選手がかなり注目を浴びてるんですけど、どうなんですかね、横浜は取る予定とかはあるんですかね。はい、ナイスボールだ。素晴らしい。はい、山本由伸さん。あ、純正じゃねえやん。由伸さんやん。野手だけ純正ね。あー、下手くそ。いやー、このね、今季明けてからちょっと調子が悪くて、今ね、5試合終わって2勝3敗と負け越してるんですよね。よしよし。一応5割は打ってるんですけど、それで2勝3敗なんですよね。まあ、やっぱゴールド帯だとやっぱりね、6割は打っておきたいなっていうふうに思うんですけど、そろそろ状態を上げたい。いけたなー、それいかなあかんなー。いやー、それ引っ張れよ、若干。我慢じ。いやー、下手くそ。今のもちゃんと捉えれてないんだよな。よし、よかった。もう負けれんぞ、さすがに。
これどうなんだろう、1回無失点で、まあまあでもヒット1本も許してないからな。諦め配球。まあ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 、小園投手はね素晴らしいピッチングだったと思うんで、まあまあ合格点でしょうと言ったところで、どうなんだろう、ツイッターでねちょっとランク戦でどっちが強いかっていうね、アンケート取らせてもらったら、まあ一応こういう結果になりましたので、うん、まあやっぱこれを見ても大貫さんの方が強いのかな。うわー、5割超えきた。さあ大貫さんピンチよ。おお、今度こそオリジュン。これも日本シリーズってことでいいっすかね、今年のね。にしてもオリックスのあの優勝はちょっとやっぱ胸を熱くするものがあったっすよね。どこのファンとか関係なく、やっぱりあのドラマチックな展開はね本当に称賛せざるを得ないですよね。ちょっとこれぞ野球って感じ。いやーマジ、マジやってんな。大貫さんね、右には結構強い印象はあるんですけど、左ピッチャー、あ、左バッターに対して投げる球がね、あんまりない印象なんですよね、自分の中では。このインコースのストレートめちゃくちゃ早く振る人いるじゃないですか、この1、2の3で。うわー、そういう人には結構大貫さん刺さる印象ではあるんですけどね。さあ、タイピン出なくてバッター左か。で、結構下位打線、A ランクとか使ってた感じだったので、あぶね、ちょっとボール臭いところで攻めていこうかなと思ってた矢先に甘く入るっていうね。いやー、ヌッキー頑張ってよ。ちょっともう負けれんぞ。よしよしよし、手出してくれ、手出してくれ。いやー見るね、詰まれ。よし、よし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 。若月さんか。タイピン出ないな。よし、逆進ナイス。さあ、オリジュンでピッチャー誰だったっけな。宮城さんか。なるほどね。あんまり対戦経験がないんだよな。高速すら。何してんねん、もったいね。うまい。いいぞ、アイナバチ勝たしてやろうぜ、大貫さんを。だもったいねえ、マジかよ。勇気あんな、それ投げる、それ投げる勇気がすごいわ。うわ、やれい、しゃ、さすが外。おっと、これはわざと臭いぞ。
おいおい、これ日本シリーズだぜ。おー、やってんな。やってるやってるやってる。ちょっと待って、企画倒れなるよこれ。お、ここはガチで来るんだね。いや、あぶねえ、迷った今。外野前進でしょ。よし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 。おーい、おーい、おっちゃ。どうしようこれ。どうなんだ。ちょっと皆さん、これコメント欄にどっちの勝ちかをちょっとね、皆さん教えていただきたいなというふうに思います。打率5割超えをですね、まあ1失点で抑えた大貫さんか、まあ2割、2割後半ぐらいの相手かなの方を、まあね、あの完全試合した小園投手、どっちの勝ちでしょうか。はい、ちょっとこれはですね、僕じゃ決めれないので、コメントで多かった方をね、勝ちとしたいと思います。はい、ということで最後契約書引いて終わりたいと思います。はい、それじゃあ最後ね、ネットスタジアムの累計引いていきたいと思います。もちろん狙いはタイロン打つ。いやー、欲しい。もしね、もしここで取れたら右の代打枠でしていきたいと思います。はい、じゃあ今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ずわー。